院してから、はい、だから2週間ぐらい暇な時間があって、はあはあ、まあ、1週間はまあ結構様子見てくれて、はい、で残り1週間はこう仕事が今日再開するまでのあれっていうので、もう結構暇じゃないですか、はい、でもまあそんなに出歩くのもなと思ったけど、病院のお医者さん曰く、ああとりあえず歩いてくれと、はい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 、もう足をまあ日常生活に戻すのは歩くんが一番やから言うて、だからまあいつも小1時間ぐらい歩いたとこで喫茶店見つけて、はい、そこでコーヒー飲みながらこう漫画読むっていうね、はい、ああいいね、結構頻繁にやってたんですよ、はあはあはあ、2時間ぐらい歩いて、ああ喫茶店歩いて入って漫画読むって、まあ、仕事でも読まないやつあるんで、はいはい、たら意外と喫茶店ってこう危険がいっぱいというか、うん、ありますか、あのね、怪しいなっていう会話してる人多いんです、はあ、はい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 、いやその分かんないですよ、はあ、でこうやったらこういうからくりで儲かるんですみたいな、あ、なんかそっちねプラス出るんですっていう話を、はあはあはあ、ペラペラ喋る人と真剣に聞いてる人は、はあ、一組ぐらい喫茶店にいるというか、あ、いやそうか、池袋で隣で、あの AV の、はい、あの契約してる、なるほど、人面接みたいなとこもね、うん、あるでしょうし、うん、そういう面接もあったんですよ、そのある町で、まあある町で、まあ、言うても歩いていけるとこなんですけど、ああ、多分風俗の説明してんのかなみたいな、そうか、はい、店舗が立ちなかったらもうそれは外でやりはるわな、そう、まあ、まあ全然気にしてなかったんですけど、はあはあ、ということでうちは粘膜感染はありませんのでってバッて見ちゃいました、ね、やっぱ見ちゃいましたもんね、さ、見るわ、向こう向いてるわ、トイレあっちやから確認できへんわ、クソってなって、いや、あのさ、これ誰も悪くないねんけど、誰も悪くない泥棒ってやっぱいて、いない、え、泥棒は悪いです、泥棒悪いと思うやん、はい、いや唯一あんねん、何、こう店員泥棒、店員泥棒は店員泥棒したっていうのは多分気づいてはれへんと思うんだけど、はい、ちょっと大きめの、まあまあ喫茶店もあれけど居酒屋とかで、うん、ちょっと大きめの居酒屋で、すいませんって店員さんすいませんって言って、店員さんも何となく向こうのあたり、誰が声をかけたか分からないけどな、向こうのあたりから呼ばれたなーと思って、パーって、はい、あ、来やった来やったと思ったら、こっちのテーブル、あ、生ビールくださいみたいな、はい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 、あ、はいって、店員泥棒ね、いや俺の店員やからっていうさ、でもこの人もさ、別に俺が呼んだから来たかどうか分かってない、こっちの話、はいはい、こう夢中になっててビール頼もうかなと思ったら来はったから、はい、すいませんビールください、おかわりくださいっていうさ、店員泥棒をさ、あ、店員泥棒はね、やられたこともありますし、やられた気づかずやってることもある、やってることもあると思うね、はい、多分、ちなみに店員さんなかなか来ない時あるじゃないですか、はい、すいませんすいませんすいません言っても、はい、あれ 100% 呼ぶ声知ってます、え、うん、うこれムーディー勝山がこれ絶対来るんです言って嘘つけ言って、ほうほう、もうめちゃくちゃ騒がしい店で一発で呼んだことあるんですけど、ほう、キャプテンの昔あったアニメの、はい、イガラシの声で呼んだ、イガラシ、はい、え、イガラシ声どうなんだっけ、すんませんって呼んだ、全ほんまに来るんですよ、いや、ムーディーがほんま見ててください、すんませんって言ったら、はいって、これマジなんですよ、一回ムーディー、一回ムーディー呼んで実験してみよう、いろんな雑音とかをだから唯一通る周波数だ、周波数、イガラシの声、すんませんって、マジで来るんですよ、はあ、本日特別ゲストが来ております、登場していただきましょう、この方々です、どうぞ、どうも、ジェラードン、ジェラードンです、お願いします、あたー、1時は一時はどうなることかと思ったけど、はい、二人でも絶好調やね、いや絶好調ですね、はい、まあ、仮の姿やけど今は、いやそうですね、はい、なんとかお仕事は、何 やったらこのまま行ってもいいぐらいの絶好調でしょう、そうですね、そう、お前言うかそうですねではな、ね、い、まあ、難しいところではあるんですけど、え、そうだ、いや、そうです、やっぱりツッコミがいないと、ふわ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 しちゃって、はい、あの、うん、どっちかがボケても本当もう一人はただ笑ってるというだけの時ありますそうか、露出なんやったら増えたんちゃうか、めっちゃ増えましたね、ぶっちゃけぶっちゃけ
もう本当にでもこれは本当に海野には言えないですけど、うん、なんか本当にフットワークが軽くなって、うん、やりやすくはね帰ってこられへん帰ってこられへん、いや本当に言えないですけど本人は、はい、電波通して言うてるの、だいぶ乗っちゃってんのよ、はい、でもまあそうですね、俺はでもねやっぱりアタック西本が、はい、ちょっと尊敬してんの俺、うん、あら、いやアタック西本とか、はい、やっぱ宇都宮とか、ああ宇都宮さん、はい、うん、まあまあ西川くん、あレギュラー西川さん、なんか共通点あんま分からへんけど、分かんない、俺角刈り芸人で角刈りする人って、はい、お笑いに命差し出してんなと思って。いやまあそうですね、うん、相当師匠は師匠しかないやん、師匠しかないですね普段、うん、はい、でまあモテない、はい、モテないですね、もう絶対に絶対にモテないもんな、絶対にモテないです本当に絶対にモテないですね、うん、はい、これ日本独自のもの、あ角刈り、うん、あそうなんですかね、なんかあの、あでもそんなことないか、アメリカ兵とか、あー GI カットとか、そうか、さっき GI カットを見てあんな風にしたいからスタートでしたけどね、そうか、そうか、そうか、まあ、確かに一番最初髪がこの髪型にした時はあの沖縄のその米兵の方が、うん、行くところでこの髪型にしてもらったんですよ、はい、ちょっとなんかハイカラな感じで、そうですね、うん、で角刈りにしてもらったって一番最初は、はい、だって最初はちょっともうハンサム街で行こうとしてたもんな、そうですね、はい、だいぶもうシュッとしてて、うん、はい、そうやった昔、そうやったな、そうです、ね、ちょっともうちょっとシュッとしてて、はい、なんかちょっと引いてるみたいな、そうですね、はい、結構後ろの方でこうスンとしてる感じではスンとしてたよ、はい、はい、何があってん、いやーありましたね、何があったの、そのなんかこのグラビアアイドルの方と、うん、芸人が出る番組があったんですけど、うん、なんかそこでコーナーがサイコロを転がして、うん、そこに書いてある目になんかちょっとエッチなご褒美が、あなんか楽しいね、はい、最近なかなかないような、うん、はい、うん、なんかおでこをコツンして、うん、なんかちょっと目を見つめてエッチなこと言ってくれるみたいな、うん、やつで、うん、うわ俺が芸能界入ってやりたかったことだと思って、やったと思ってめっちゃテンション上がったんですよ、で僕その見つめられてる時に、うん、もうとにかくこうキスしようとしたりとか、うん、追いかけ回したりして、うんうん、で現場はすごい盛り上がってくれたんですよ、うん、でよし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 っつって、で順番的に次上地ってなって、うん、上地で俺の後だから、うん、もうどんな爪痕残してくれるんだろうなと思って、うん、期待してたんですけど、うん、もう本当におでこコツンして10秒間顔真っ赤になって、うん、あ上地そっちちょっと、はい、僕は苦手なんですよ、苦手な、はい、女の子とすごい苦手で、はいはい、恥ずかしくて、はいはい、で顔真っ赤っかになって、はい、顔真っ赤っかになって弱点あんねえや上地、はいはい、でそれで終わったんですよ、でなんか MC の方が なんでどうしたの上地みたいなの聞いたら、はい、上地が本当ムキになって、いや僕彼女いるんだよってなんか、はい、すごい地獄みたいなこと言い出すんだ、地獄、本当に地獄みたいな空気になって、うんうん、現場がめちゃくちゃ盛り下がって、はい、それで、で、みたいな感じになって、で僕が裏はけた時になんだよあれみたいな感じでブチ切れちゃって、おうおう、芸人だったらガンガンもう水着脱がすぐらい行けよ、脱がしちゃダメなのよ、でも行けよって言ったんですけど、いや俺はもうそういうの苦手だからって言って、うん、で言葉で伝えてももう伝わんないから、うん、角刈りにして、で全然分からへんから上地の目の前に俺が現れる、はい、風が吹けば桶屋がボーカルより遠いんだそれ、じゃあ覚悟は俺の覚悟はお前見ろよと、あそうです、はい、ということや、はい、この状態で、うん、いやこうすごいな、はい、西本だって昔さ、はい、なんか結構髪の毛決めたりしてたやん、めっちゃ決めてましたね、もうパンサーさんなりたかったんで、うん、パンサーに憧れ、はい、もうかっこよくなりたかったんで、うん、そんな俺も、うん、でも、はい、芸人として覚悟を見せるよと、そうですそうです、はい、もう俺あれ捨てるからお前も俺のホール来いって、はい、でそれ伝えて、はあ、うん、そうですね、はい、だからそれ角刈りにしてきた日は本当に何も言わずに、本当にただ角刈りにしてきたんですよ
でそれがたまたまその僕ら1ヶ月間沖縄で出番いただいたことがあって、沖縄に劇場があった時は、はい、そうです。で沖縄出番もう初日に格下にしてきまして、うん、で何も言わずに1ヶ月間過ごして、うん、最終日にお前何も分かってねえな、俺は格下にしたぞ、お前はどうするってなんか急に言われて、どういうことってなって、うん、お前がああいうことになったから俺は格下になってもう芸人として覚悟決めたんだって、とりあえずデコ出せって言われて、そっから僕デコ出すようにしたんですよ。そうなん、はい、そうなんです、はい、それまではなんかそのマッシュルームカットみたいな感じにしてたんですけど、とりあえずデコ出せって言われて、それきっかけで、なんかデコ出して角刈りっていう、なんかそういう風になりました。その頃海野は、その頃海野はまあ突っ込んでたんじゃないですか。遠い思い出にすな。いやでもなんか熱いはええー、話やな、それ芸人として。その瞬間は本当熱かったですね。尊敬してる俺は本当に。わあ、そうですか。俺はでもちょっとなんか聞き、なんか後輩から聞いて、はい、それがもし事実だったら悪いことしたなと思ってね。ジェラードンに。なんでしょう。いや、ジェラードンは俺ネタでめちゃくちゃ面白かった、うん、優勝ってなった。はいはい。ああ、うん、はいはい。はい、これあった、賞レースで、吉本の賞レースみたいな。そう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 、はいはい、はい、ね、はい、俺ジェラードンやと、はいはい、でめちゃくちゃ面白かったって、はいはい、そんな中でもやっぱ2人はほっといても目立つやん、うんうん、あの一歩引いた海野が、はい、あのあれって難しいよと、うん、あの温度のまま誰でもできるように見せてるけど、はい、海野うまいよ、海野が一番素晴らしいみたいなこと言うだけ、はい、ほんでな、言うたよな。いや、はい、もう覚えてます。ほんなら、はい、次の日から海野がこうなったらしい。本当に、そうっすね。それはもうずっと言ってました。俺はジュニアさんにやっぱ褒めてもらったからみたいな。やっぱだからそのなんですかね、やっぱ一歩引いてるっていうのが一番、うん、そのグッと刺さったんだと思うんですけど、うんうんうん、それ以降、うん、なんかその引きすぎてツッコミもしなくなっちゃったみたいな。悪影響を与えたな。いや、そうですね、そうです、ジュニアさんのお言葉なんで。若い時は嬉しいからな、先輩にそういうこと言われたら。いや、そうですね、はい、うん、いやでも本当助かりました。いや、でもそうですね、結果今交代して舞台からもとりあえず見えへんよ。そうですね、本当に引きすぎて僕らもなんか見つけられない。誰と同期やったっけ。僕らジャングルポケットとか渡辺直美とか。あ、ジャンポケなんかもろを言うたらトリオ同士だよ。そうなんです、ね、めちゃくちゃ多いよな。いや、トリオ、あ、トリオ、トリオ、ね、トリオ多いっすね。それこそみんなパンサーとかそのみんなの活躍により、はいはい、俺らの頃なんて同期にトリオ一人もいいんかだと。一組もいいんかと。でも俺も少ないです、ね、トリオは2組ぐらいおるけどもすぐやめましたね。でも今なんてほんまそれこそ、うん、R1 だ、はい、なあ M1 だ で、ね、ザ・ W で、いやいやいや、次もほんまトリプルって、うん、やったよねって。おー、ここは海の帰ってきたらまた暑いで。うわー、トリプルか。でもなんか海の帰ってきたらどういう風にやったらいいのかちょっと。お前もう追放だ。なんでお前もなんかでも、追放だって。アタック強いな。海野に対するアタック。お前手取り増えたからってお前。いやいやいや、まあまあ手取り。手取り増えたやろお前。手取りは明らかに増えました。露出が増えてんからな。海、はい、海の分もこう入ってくるでしょ。苦しい。はい。そうですね。もう手取り至上主義か。いやいや、そんなことないですけど。お笑いに命捧げたんじゃんかお前。いや俺お笑いっすよ。俺はお笑いっす。俺お笑いですけど。角刈りがその証やんな。いや、そうそうそう、これはもう本当にその見た目通りなんですけど。じゃあちょっとギャラは戻るけどもやな。おお、っていうことだ。やっぱりちょっとその三等分カートはどっかちょっとやっぱこう捨てきれない部分あります。
どういう流れでトリオになったの？もともとは西本と海野が同級生で NSC の同級生です、はい、高校の高校の同級生で一緒に入ってはい2人で入ってて、はい、で僕がもう NSC の時から入りたいって言って、はい、この2人にもう入りたくてロバートパターンや、はい、そうですねロバートさんパターン、はい、2人の同級生とで、はい、そうですね、はい、ああなるほどもう2年間かかりました口説くのにはい、はい、2年かけて、うん、入れてくれってそれ上地は何 それだけ魅力を感じたのは何なん？いやなんすかねやっぱキャラコントをしてたんですよで僕もキャラコントやりたくて、ね、でもちろん憧れがロバートさんってのがあったんですけどその2人キャラがいるっていうのにすごい憧れなるほどそれないもんな、はい、で同期の中でやっぱり圧倒的にキャラが面白かったんでもうここに入りたいそして海野のあのツッコミがなんか好きだなと思っていやなんかイメージと違ったなあ本当ですか上地とか同期の中ではもうスーパースターやってやんいや全然全然もう全く目立ってなかったです僕は、そうこの2人がなんか突破口を見つけるために上地ちょっと宇宙入らへんかみたいなそんなイメージやったネプチューンさんパターンネプチューンさんパターンああ全然違いますね僕はもう全く目立ってなかったですし、はい、本当この2人にずっと入れてくれって言ってアタックにずっと断られ続けるっていう厳しいなお前は常にそうですねお笑いに命捧げてる分はい僕はなんかじゃあできへんぞいやそうですねなんかその海野と2人で売れたいっていうこれコンビで売れたいっていう気持ちが強かったんで、うん、当時は当時は当時は今はな今はもうねもう2人でやっていきたい大抵やなお前やろう見てるぞはいその昔の話です。はい、いやもうこういうの。最低やん、はい、あいつは。これやっぱそうですね。大丈夫な。プロやから。プロです、はい。プロってこれやからな。そうです。プロ。究極言えば。自分の実力ってやっぱこれで査定されてるという。これで査定されることなんで。うん、今それがしっかりこう見えてる。やっと生活できるぞ。はい。こうやっと売れてきて評価されてきた、うん、この状況を崩すことはまだない、うん、今の若手女優はもうこぞってジェラードンって言いますからね言いますいやいや確かにいやもうほんまに、まあでも それは あの、うん、上地のね、はい、いやいやそういや上地のことよく聞くほんまにあいやいや俺こっちを聞くでアタックアタックのだって四千頭身も言うてたであ四千頭身なあ言ってましたねおなん2年前までもう若手女優全員好きなお笑い芸人四千頭身って言ってたその人たちが全員今ジェラードンって言ってるあいやそうっすね四千頭身がめっちゃ言ってくるんですよだからもう自分たちが前その立場だったから、うん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 、もう本当嫌ですみたいなジェラードンさんなんか敵対してて10年以上後輩なんですけどね、はい、そうめちゃくちゃライバル視してるんですけど、はい At the mountain so high Gods I'm asking why When will my love appear Whisper sweet and near Smile as sweet as honey Time It felt so sunny But snow covered my shoulders Come to me. Ooh.
whisper clear. Love is growing near. In the snow, stand and see. Love will come to me. カミチって何なん、はい、ああ確かに本当にこれはもうただのまあ俺らが言うことじゃないけど最近芸名つけるの多いよな、うんはい、多い。いやそうですね、心配された昔芸名つけた時ジュニアさんだって、はいはい、あの結構マジのトーンで、はい、お前やめた方がええんちゃうかって言って、マジトーンで、はい、なんか、うん、俺もなんか座り悪いしお前が剣道小林っちゅうの世間的にもどうやねんやろなお疲れって言ってしばらくしたら千原ジュニアになったいや、はあ、千原ジュニアああそうですね、うん、何なの神ちでもさそうそうだから、はい、千原ジュニアはもうそれ呼ばれてたよ、ね、元からジュニアと言われてたから千原浩二っていうのが知られてないぐらいのああだから今みんなケンコバって言うけど、うん、これ言うのにだいぶかかってるよな。だいぶかかってます。最初コバコバ結構ほんまに反対されたし。おうへえ。全然言われなかったもんな。はい、いやでもだから、はい、でも未だにケンコバとはみんな言わないですね。あの先知り合ってる人は。そうやな。先知り合ってる人はもう全員コバ。ああ。唯一そういうのにすぐ順応するのがセイジ。ケンコバーって。早い。はい、早い。どこでも生きれるんだよ、ね、ですね。どの世界でも生きれるタイプ。カミチは。いやもう僕も本当にただのあだ名なんですよ。で本名は上村って言うんですよ、うんはい、上村隆文っていう、うん、ちょっとなんか硬いんですよね、うん、それが嫌で、うん、あの元々ピンの時もあったんで、うん、あの上地っていうのをそのままトリオの中入ってもっていう。確かに上村隆文は音楽大学行ってそうやねちょっと硬くて、うん、でただその今今年36になるんですけど、うん、今になってこのちっちゃい胃がどんどん恥ずかしくなってきてるっていう。ちょっとわからんでもないね。ちょっと伸ばし棒でもいいかもね。そうなんですよ。ちょっとうっすら滑り続けてる感じが。そういやもうそれなんですよ。すごい恥ずかしいんですよ。芸名で言うと俺は西本に振られてますからね。なんか芸名つけたい。あそう番組で。そうですよね。その時に言ってなんかないですか、はい、どういう芸人になりたいねんって。もうバイソンのように突っ込むやつになりたいです。はい。あそれやったらお前バイソン梅村でどうやって。ほう。梅村もバイソンって読めるし。なるほど。寺門ジモンのパターン。寺門ジモンパターン。バイソン梅村でどうやって言ったら、はい、無視しよったんですよ。それは無視しよった。バイソンやな。バイソン梅村背負えなくないですね。だってそのじゃあサイフォン、はい、サイフォンにしようか。サイフォン。サイフォン。サイフォン。うん。えコーヒーの。コーヒー全然あの知らないんでダメですよ。はい。そうあかんの。いやダメですよ。アタックなんで。西本入ってるけどな、うん、サイフォン。サイフォン。サイフォン。うん、いやいやだから西本が入ってる。ああ。ごめんなさいなんかよ分かんないから。サイフォン。いやもう高度すぎて全然伝わってなかった。伝わらなかったですね。ごめんなさいごめんなさい、はい、そういうことですね。ああすいませんすいません。じゃあもう来たるべきトリプル備えて。はい。海野に海野帰ってこいと。はい。海野帰ってこい早く。トリプル出るぞお前。海野。あ。お前、あの本当に戻れる時でいいからな。そう、まあ、全然気にすんなお前。これのことばっかり考えてお前。あの時間たっぷりあるから。最低やこいつ。はい。大丈夫だから。最低や。今二人で行けてるから。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあこれでね、海の燃えて。早くね体調戻して、はい、帰ってくるんで、はい、はい、ありがとうございました。